Share. みんなこんにちは。ということで、ということで本日やっていただけるのは、クローズの誰が強いここワンツーが結構ちょっと微妙なところだリーさんは違う、もう特別にやべえこれ上すぎてあ、違う、やべえやべえやべえということでね、もうクローズの、まあ、主導権どっちがもう一番強いの、まあ、僕はもう負けてしまったんでおい最強を決めていただこうかなって思いますということでね、じゃあやっていただきましょう9点マッチですよろしくお願いしますはい、お願いしますどうぞさあドラフト外 VS ドラフト6位ゴリラですね。うわー、ゴリラやな。俺一から第三中学校。なんなん？ゴリラが無双してます。41?
うわやっと動いた。やっと動いた。六？六一？もう！もう！六二。六二。おお、六三来たよ。もう。ノファ。激アツです、これは。うわー、6-6です。やっべ、あっち。ドラフト6位が76ね。うわやばい、それは。それはやべえよ。8。うわうわそれやばい。うわかなりやばいっす。今タオル食べてたんですけど美味しいっすか。ファール？ファール。うーわ。おお。87ね、87。87。そうだよ、終わりだよ。うわぁ弱いわ、そこは。ということでね、今日は終わってないです、終わってないです。やっぱクローズのねエース。どうでしたか、お二人、感想をお願いします。やばい、相手にいたらマジでやばい、ゴリラだもん、もう人間じゃないんだよ。しかもこいつ、はい、今こういう番号やってるけど大会こんなんだから。確かに、これプラスこれだから。皆さん、これがクローズです。ぜひ応援してくださいということで。勝てると思うな、スクールウォーズ。そんな簡単に俺らが一番強いんじゃ分かったか。悪い、ラップで返してこい。はい、ということで皆さん、今週はね、クローズウィークということで結構ね、見てくれたと思うんですけども、まあ本日でね、クローズウィークの方終わります。はい、1週間いろんなね、クローズのメンバーとワンワンさせていただいて、
で、まあ、一人一人選手のね、特徴だったりとか、こういう面白いプレイヤーだったりとか、そういうのを知ってもらえたかなって思います。本当にね。この機にクローズを知ってもらって、でね、また応援してくれる人がね、増えてくれるととても嬉しいと思います。はい。気になった方も、ということで、気になった方もいると思うんですけど、まあ、クローズのマネージャーですね。はい。挨拶してください。こんにちは。はい、ということで、何？この傷？ああ、SB ヒーローズと殴り合いの喧嘩したっていう話、今度聞かせてあげる。はい、ということで、10月3日ね、はい、もう一度告知なんですけども、10月3日に、クラブチッタで、スクールウォーズ最強決定戦、まあ全国大会みたいな感じでね、行われます。で、一応ね、もうチケットも発売するみたいで、まあコロナは少し落ち着いたから、お客さんも入れるっぽいんですね。ですね。ですよ。はい。なんで、ぜひ、生で僕らのプレイ見たいと思った方、クラブチッタに足運んでいただいて、チケット代払って、ぜひ見てください。でね、もしかしたら、多分 YouTube 配信とかもされると思うんですよ。だから、本当に、今見てくれてる皆さんはね、もうクローズの一ファンということで、ぜひ応援してください。概要欄にね、クローズのインスタグラムのね、公式アカウントの方を貼っときますんで、そちらもフォローしていただけると嬉しいと思います。はい。で、他にも、まあ、今回5人しかやってないんですけども、まあ、いろんなね、まあ、留学生も1人いたりとか、こう、結構大学の上のレベルでやってる方とか結構いるんで、またね、機会があったら、紹介したいと思います。そんな感じでね、クローズウィーク。皆さんご視聴、していただき、ありがとうございました。うん。なんでいいの？Oh, shit.